しいな。というわけでね、今日は大阪屋に来ました。まあ、以前もね何度か撮影したんですけども、そしてまあ YouTuber さんが結構ねここ訪れて食レポしたりするような、ドライブインチックな感じの、このスペースです。食堂ですね、ドライブイン食堂みたいな、まあ、そんな感じの雰囲気のあるお店です。もう入り口からね、ゲームの UFO キャッチャーの台が、あ、すいません、あります。こんな感じでこれがあります。定食だ。あ、じゃあ こっちで焼くので、はい、ホルモン定食で、はい、あ、じゃあ大盛りでお願いします。よし、まずこんな感じです。
まよし、さてごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、よう食べましたね今日は。ほんまに、あ、ちょっと雨降ってきたな。いや、めちゃめちゃ美味しかったですね。ここはね、本当にホルモンうどんが有名だったりするので、美味しかったりするんで、まあ、その中でのこのホルモン、有名なネタの一つということで今日定食をいただきましたけど、なんかね、タレもなんか甘だれでね、食べやすい感じで、でちょっと本当に懐かしの焼肉屋さんで、ちょっとドライブイン感のある中で今日はいただいたんですけど、まあ、900ちょっとぐらいの、ね、安い価格でも十分焼肉を楽しめるということで、まあ、焼くのがめんどくさい人、まあ、煙がねしんどいなっていう人は普通に焼いて出してくれたりするので、ぜひ皆さん興味ある方は行ってみてください。本当に YouTuber さんとかよく訪れる場所なので、ちょっと時間ある時に来てみてください。ちなみにこの食堂の方、左側の食堂は24時間で、右は12時ぐらいまでやってます。焼肉は24時間じゃないので、その辺も十分気をつけてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。